やっほー、こんにちは、こんばんは、ケンティです。今回ですね、久しぶりにね、アイドル関係の動画を出したいなと思ったので、今カメラを回して動画を撮ってます。で、今回はですね、AKB48 の54枚目シングル、No Way Men について、ミュージックビデオを見てきたので、それの感想について話していきたいなと思います。少し遅くなって本当に申し訳ないです。いや、公開されてね、もう、いつ公開されたのかな、10月25日だから、今日10月28日だから、3日前に公開されたミュージックビデオですね。それをね、先ほどね、遅かったんですけど、見てきたんですけど、マジでダンスがかっこいい、ダンスがかっこいいし、もう歌もかっこいいし、もう全部かっこいい、もう全部ひっくるめてかっこいいんですよ。だから今回ね、すごいミュージックビデオになったんじゃないかなと思います。今回ね、ちょっと読みますね。本作は10月29日韓国デビューを飾る IZONE2000人となる HKT48 から宮脇さくらちゃん、 HKT48 から矢吹奈子ちゃん、 AKB48 から本田仁美ちゃんの3名の IZONE1000人前ラストシングルとなります。 AKB48 史上最高難度を更新した凶暴なダンスと全身全霊をかけて AKB 男子を表現するメンバーの姿と鬼気迫る表情にご注目くださいということで、今回ね、見てきたんですけど、マジでかっこいいから、ほんとかっこいいから、だからね、本当にね、このね、ミュージックビデオね、まだ見てないっていう方はね、絶対見た方がいいミュージックビデオになったんじゃないかなと思います。今回のね、選抜メンバーがですね、結構すごいメンバーが入ってて、あとでミュージックビデオの、あれ僕説明欄の概要欄にミュージックビデオ貼ってあるから、いるので、まだ見てない方は見てほしいんですけど、すごいよ本当にね。もう皆さんが知ってるようなメンバーとか次世代がいるので、いやー本当にね、楽しいミュージックビデオになったんじゃないかなと思います。いやー本当にね、ダンスもかっこいいし、歌もかっこいいから、本当にね、この No Way Men、 なんか No Way Men ってなんか発音しづらいよね。なんか最近AKB48 の曲とかさ、あの乃木坂46さんとかさ、欅坂46さんとかさ、カタカナとかさ、英語使うやん。あれ読みづらいよね。読みづらいから、なんかどうにかしてくださーい。どうにかしてくださいっていう問題じゃないんだけどね。うん、だから本当にね、こういうミュージックビデオな、素敵なミュージックビデオになったので、まだ見てない方はぜひ見てくださると嬉しいです。いや、本当にね、センターはね、宮脇咲良ちゃんということでね、僕の推しっていうことでね、もう咲良ちゃんのね、あれ場所、定位置、わかんなかったよ、最初見たとき。だからね、本当にね、すごいなと思います。あ、一応言っておくんですけど、明日韓国でデビューする IZONE のことについてね、次の動画でさくらちゃんのメッセージみたいなのを動画出そうと思ってるので、それをまだ見たい方は見てくださると嬉しいです。いや、今回の No Way Men は絶対 CD 買って、地引きできればいいんですけど、宮脇さくらちゃんを地引きできればいいかなと思ってます。あとは潜入する矢吹奈子ちゃんとか本田仁美ちゃんとか、もし弾けたらもう最高です。泣きます、僕は。もう泣くどこじゃなくて、もう発狂するどこじゃなくて、もう死んじゃいます。はい。なのでね、その CD 開封もいつか開けるのでご覧ください。はい、ということで今回は AKB48 の54枚目シングル No Way Men のミュージックビデオに見た感想について話しました。この動画が良かったらチャンネル登録、評価よろしくお願いします。バイバイ。